飯がもりもり気持ちいい。どうもこりあつです。私は今長野県はここ平沢峠というところに来ています。今回はね、真っ赤な八ヶ岳が見てみたいということで、この飯盛山という山にナイトハイクしていこうと思います。この飯盛山は八ヶ岳よりも東側に位置してますので、日の出に照らされた八ヶ岳が見られるんじゃないかなと思って、それを今日は狙っていきます。現在時刻は午前4時、気温はねマイナス8度でございます。ちょっと寒いんですけども、早速ナイトハイクしていこうと思います。行ってきます。それでは今回登るコースをご紹介します。平沢峠から山頂へのピストンコース、コースタイムは60分と初心者にもおすすめです。途中から開ける眺望に感動すること間違いなし。はい、今日も夜スタートということで、こんな感じの怖い映像になってしまいそうなので、モノマネでもしながら明るく楽しくお届けしようと思います。今日の日の出5時40分、コリアツ4時、登山開始。今日登る飯盛山という名前なんですけれども、同じ名前の山が全国各地にたくさんあります。名前の由来はご飯を茶碗に盛ったようなもりっとした形から飯盛山という名前がついてます。飯がもりもり、飯がもりもり、食べきれないほど。皆さん聞こえますか？夜は誰も歩いてないんで、霜踏み放題でございます。気持ちいい。はい、飯盛山山頂目指してじゃんじゃん行きましょう。しゃはい、飯盛山山頂到着です。じゃあね、ここから日の出を待って山頂からの景色をご紹介します。はい、ご覧ください。目の前に八ヶ岳がドカーンと大きく見えています。残念ながら太陽が少し陰ってしまっているので赤くはなってないんですけれども、それでも横岳、赤岳、そして権現岳、八ヶ岳の主峰が全部見えています。綺麗、すごい。さらに八ヶ岳のさらに左手には南アルプス、これがですね、おそらく甲斐駒ヶ岳、そしてこれ北岳ではないでしょうか、そして愛の岳、南アルプスの主峰も見えているわけでございます。さらに南方には富士山が見えていまして、日の出の方面にはですね、見えるかな、そこに金峰山の五条岩も見えています。いや、マジでいい景色だなこれ。場所が場所ならもうパズーがトランペット吹いてそうな感じですね。はい、というわけで飯盛山一
いかがでしたでしょうか。いや、八ヶ岳と南アルプスが絶景でございましたね。ここは初心者でも簡単に登れる難易度ですので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。では本日の動画はここまで。バイバイ。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価を、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。